私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃじゃーん。いや久しぶりやね。めちゃめちゃ久しぶりですね。うん。わしも暖かい時歩いてるから冬の間冬眠会言われてんねんけど地道に他の鳥さんのアフレコしたりして頑張ってるんで、はい、あれ面白いですよね。渡り鳥っていうの、ま、めちゃめちゃ面白い。うん、そういうのは小銭稼いでいかなかった小銭今日は後ろにそびえ立つじゃじゃーん、リアコ放送さんに来てます。イエーイ。いやな、我々といえばここの琵琶湖放送さんで放送させてもらってて、はい、なこの上にそびえるこの鉄塔から、はい、わしの数々の面白いダジャレがポッポポッポ飛んでいってるかと思うとな、あのアンテナに頬ずりしたいぐらいは。そうです、ね、もっと拡散してやと琵琶湖放送さん、はい、なんか節目を迎えるらしいね。そうなんです、50周年と。50周年おめでたい、おめでとうございます。すごいことですよ、半世紀やで。すごいね。もうわちはあの夏の間のダジャレ面白なかったやつを思い返してはずっと半世紀よあ、なるほど、ずっと反省。そう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 、うつむいでな。なるほど、まあ、そんなことでもあかんということで、はいはい、そうですね、頑張っていくということで、はい、まあ、ビビさんも、はい、この50周年、はい、サンクスゴーゴーということで、ということで、はい、わしらも、はい、ラスのおっさんとタックル組んで、はい、ゴーゴー行くでー、はい、行きましょう。パフパフ。さて、はい、タックルに伝えたいことがあるんよ。何ですか急に。タックル大好きあ、ちゃうわ、タックル大好きちゃうわ、サークル大好きの話題やったわ何ですかそれどうこれ出たんやで。中にはこれサークルの写真、タックル見てみ、はい、ワンサが乗ってんのよ。すごい、めっちゃ数多いですねこれ、うん、タックルも長いことやってる割には、はいはいはい、あのカメラに向かって見せへんなこんなにめっちゃ自分で見てる、こんなにたくさん写真が。そう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 、あります。417団体もあるんですか。言いにくい。417団体です、うん、はい、良いなと覚えて。いや、あのこれ試験に出るぜ。いや、それは多分覚えなくても大丈夫だと思いますまあ、ええかええか、はい、うん、ジャンルと地域に分かれてるよ。分かれてますね。地域のスポーツ少年団から、あのご高齢の方が座って楽しめる文化系のサークルまで、いろんなサークルが網羅されてますね。そうやね、もうモラモーラされてるモラモーラされてますね。されてる、うん、でその QR コードな、はいはい、取ったらな、はい、あの活動してられる動画が見れるんよ。あ、これそのまま QR コード読んだら動画が携帯で見れると。まず冊子で見てな、はい、ええな思うけど、はい、実際どうかなと思うやん。動画だけに映してみて、活動風景やったりな、わかるやん。めちゃめちゃいいですね。一目瞭然やん。それ百花繚乱やん。こんなサークル、あんなサークルあったんやっていうのがたくさん載ってますね。うん、そうやろ、お高いんでしょうねこれ。これなんか急に通販っぽくなってきましたけどなんとサークル大好きは無料で配布されています。わお、アンボビーはタックル久々やし寒いから出てこない、口が、くちばしが動かない。アンビリーバボーアンボリーバビー言うたとわしはエリアコだったなこれということで、はい、この冊子、はい、あ、道プロジェクトと、はい、トヨタモビリティ滋賀さんでな、はい、うん、あの制作したんよ。ぜひ家族のみんなで読んでほしいな。皆さん手に取って読んでみてください。イエーイ。配布場所は掲載の公民館やトヨタモビリティ滋賀の各店舗、安野さんおにぎり食堂です。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。フレフレ
が大津市瀬田公民館で活動しているティンカーベルです。私たちティンカーベルは森山音楽連盟の定期演奏会に向けて練習しています。また赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代に向けた演奏会に出演しています。ミュージックベルとトーンチャイムを使い、オリジナルのアレンジでクラシックからゲーム音楽まで様々なジャンルの音楽を演奏しています。練習が大変な時もありますが、本番の時とかに元気が出たとか癒されたとか言っていただけたら、やっててよかったなっていつも思います。活動日は毎週火曜日の午後2時から4時までです。音楽未経験の方、楽譜が読めない方も大歓迎です。一度体験にお越しください。私たちと一緒に演奏してみませんか。アミンジュ。次はこれ。先生と遊ぼう。お家にいながら、いろんな保育園や幼稚園の先生と遊べるよ。今回遊んでくれる先生は松田先生。何して遊ぶ？先生と一緒にラーメン体操をやってみよう。ラーメン体操、どんな体操かな。松田先生に合わせてやってみてね。ラーメン大好き、ラーメン食べたい、ラーメン朝から晩までつるつるつる。ラーメン大好き、ラーメン食べたい、ラーメン朝から晩までつるつるつる。さあ最初の運動はウォーキング。ウォーキング、おいしくたくさん食べられるように歩きます。いい、あるさんす、いい、あるさんす、1、2、3、4、ご苦労さん。あっという間に目の前にラーメン登場です。わお、どんぶりストレッチ、どんぶりストレッチ、いい、あるさんす、いい、あるさんす。食べたい気持ちを我慢して割り箸割りますよ。綺麗に割れたらきっと明日もいいことあるかもね。ラーメン大好き、ラーメン食べたい、ラーメン朝から晩までつるつるつる。ごちそうさまでした。みんなできたかな。動画を見て覚えてね。楽しかったね。先生にみんなでお礼を言おうね。せーの、松田先生ありがとう。ここからは保護者の方へ向けてお送りします。先生聞かせてのコーナーです。現役の先生に聞いてみたい今回の相談内容はこちら。それでは現役先生のナイスアドバイスをお聞きください。子供の気持ちを受け止めてあげることが大事かなと思います。あ、今日は行きたくなかったんだね、お家でもっと遊びたかったんだねって。でも保育園に行ったら先生たちも待ってるし、楽しい遊びもあるし、美味しい給食も待ってるよって言って、子どもたちが自分で行きたいなと思えるように、子どもたちの気持ちを受け止めてあげることが大切かなと思います。先生と遊ぼう、次回もお楽しみに。先生と遊ぼうはスマホでも見れるよ。ウェブアミンチュの公式サイトの中で配信しています。チェックしてね。次はこれ。私たちは大津市で活動しています。和田エコ集団心です。
地域のお祭りや日吉大社大広報のホテルや企業さんからの依頼演奏など大津市を中心に滋賀県内で活動しています。演奏実績は年間40回以上、設立10年で300回を超えました。高齢者施設での演奏も力を入れています。綺麗で力強い太鼓を目標に獅子舞や忍ぶユニット演奏などを加え、幅広い芸能集団を目指しています。いろんなお祭りで他のチームと一緒に叩けるのが楽しかったです。練習日は毎週木曜と土曜日の夜と日曜の午後です。年齢、性別のリズム感、経験は問いません。興味ある方は一度来てみて体験してください。お待ちしております。演奏会見に来てください。アミンチュ。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。里親って何？安野おっさん、里親って何？そら、白くて甘いもん売ってる店やろ。それは里親じゃ。いつジョークやかな。里親は子供を迎え入れて親子になる人のことやろ。それは戸籍上の親になる養子縁組里親のことじゃな。実は里親にはいろんな種類があるんじゃ。へえ。養子縁組はせずに一定期間子供を育てる養育里親、それから親が出張や病気や出産、育児疲れで一時的に子供を預かる里親などがあるんじゃ。へえ、どうやって落ち着き持てる社会がええな。持ちつ持たれつじゃ。待ちこた里親さん増えてほしいな。特別な資格や子育て経験も不要。滋賀県里親会で検索。待ってるで。今日のエンディングはこちら。京都駅の0番ホームは特急がよく止まるから、なんとなく落ち着かない。そこに番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。